この木はベジータ。フリーザを倒し、あとは貴様だけだ、カカロット。さっさとスーパーサイヤ人になりやがれ。どうだカカロット、俺もなることができたぞ。伝説のスーパーサイヤ人にな。そうか、おめえがナメック星人を。みんなを生き蹴らせるにはベジータを倒すしかねえんか。さっさと貴様もスーパーサイヤ人になれ。この俺に殺されたくなければな。これがお望みなんだろう。そうだ、この姿で今の貴様を倒すことがな。俺は死ぬような思いを繰り返して戦闘力を高めることができた。それでは貴様に追いつくことはできない。しかし貴様ごときに打ち負かされた屈辱と自分の弱さに対する怒りによってスーパーサイヤ人になり、フリーザもこの手で倒すことができたのだ。感謝するぜカカロット。それだけ強くなってドラゴンボールを望む理由は何だ。罪のない人々、ナメック星人たちを殺しやがる。弱い者などこの宇宙に必要ない、そうは思わないか。なんなら貴様も俺の部下にしてやろうか、カカロット。話にならねえな、ベジータ。もうここだ。くそ、スーパーサイヤ人になってもカカロットに勝てないのか。スーパーサイヤ人は激しい怒りと穏やかな心を持つ者がなれる。貴様が負けたのはその片方が欠けた半端なスーパーサイヤ人だからだ。それでまたとどめも刺さず見逃すのか。でもそれはお前に屈辱を与えるためじゃない。何？俺はいつでも相手になるぜ。強いやつと戦うのは好きだからな。カカロット、貴様もやはりサイヤ人だな。いいだろう、さらに強くなって必ず貴様を倒してみせる。こうして悟空とベジータの二度目の戦いは終わりを告げ、ナメック星を去るベジータを悟空は見届けた。そして悟空は願いを叶えて地球に戻り、仲間たちと再会を果たす。果たして孫悟空はどこまで強くなるのか。再び敵が現れてもきっとその限界を超えていくのだろう。